この黒真珠は西国の大将が葬られた墓につながっているというが、今は奴の半妖の息子と四魂の玉を消し去った巫女が封じられているのであったな。アクルを連れてこい。だから何だってんだ、そのアクルってのは。アクルは神代の昔よりいる精霊だ。時の扉を開ける者、アクル。その姿は時代に選ばれた者しか見ることができぬという。見た目は風車を持ったわらべのような姿をしているそうだ。一別以来よな。殺生丸、姉上は見まかったようだが、奥方は無事であったか。順番があるとは思わんのか。わしは今四半妖と戦っておるのだ。ふん、東雲の麒麟丸ともあろうものが、すでに見切った相手と決闘か。しかも姑息な手まで使って。言うな。ようやくわしの相手をする気になったようだな。わしが勝ったら前に約束した通りアクルを連れてこい。わかったな。今はお前たちの相手をしている暇はない。よくも、よくも男同士の決闘を邪魔してくれたな、この子はバドムが。来るか。女子供は戦場に出てくるなと言っておった。西国の大将の教えは伝わっておらんのか。この技は500年前に西国の大将に放った巨大妖火器。受けられるものなら受けてみよう。えっ、いや、立ちすら使わずに受け止めただと。何？気配を消したか。まあいい。我が妖火球をまともに食らった以上、殺生丸の覇は失われてゆく。だが殺生丸よ、決着はまだついておらぬぞ。出てこい殺生丸。いずこぞ。いずこに隠れておる殺生丸。出てこぬならこの麒麟丸の勝ちを宣言してもよいのだな。聞こえているか。出てこないというのであれば負けを認めるのだな。何を勝手なこと。まあいい。殺生丸は放っておけばじきに死ぬ。アクルもわしが最強だと思い知っただろう。あとは黒真珠に吸い込まれた犬の一族でも根絶やしにしてしまえば、時代は必ずわしを選ぶはずだ。これは殺生丸の奥方か。奴との勝負はすでに決している。あと数刻もすれば白が全て奪われ見まかるだろう。メイドの土産に教えてやろう。今から500年後、この世に再び妖霊星が現れる。今度は比べ物にならぬほどの大きさ。妖霊星の本体が大地に落ちる。さすればこの世の人間どもは妖怪たちの餌となり、全ての人間どもは滅びる。それをこの麒麟丸が救ってやろうというのだ。人を救いたいか。そんなことに興味はない。妖霊星を倒すことは最強の証。妖怪どもはわしに恐れおののき、人間どもは敬い奉るだろう。己殺生丸、いずこぞ。
でも無理しちゃダメよ。ああ貴様らと遊んでいる暇はないわ。やかましい風の傷、わしの邪魔をするな。もはや女子供でも手加減はせぬ。貴様ら一族老頭全てを根絶やしにしてくれるわ。わしが避けただと。のれ。なんじゃあいつは。イニア社の爆竜派を打ち消したのか。麒麟丸はめちゃくちゃ強いんだぞ。これ以上の無礼は許さぬぞ。とはせつな。私たちあっちの時代に行って妖霊星を破壊してくる。なんだと、行かせるか。娘には指一本触れさせねえぞ。そろそろ限界を迎える頃だと思っていた。そんなものは期待しておらん。だが少し話をせぬか。ご勘弁ください、麒麟丸様。ほどなくわしは時代の向こう側へ赴こうと考えておる。リオン、お前も一緒に来るのだ。わしと一緒に来るのだ、リオン。もうすぐお前の新たな体も手に入る。新たな体？お前が大層気に入っているトアの体だ。本気か、リク。やってみよう。父を殺してみようと言うておる。行くぞ、リオン。いや、離してください。少し眠るがいい。ヤシャ姫どもに先に行かれては、わしの目的もリオンの体も全てが泡と消える。絶対に行かせはせんぞ。右腕よ、麒麟を治めよ。令和の時代にわしを導け。貴様はわしの右腕か。はい、麒麟治と申します。いや、あなたに会うことを心待ちにしておりました。このバカ者が。貴様、わしの右腕のくせにどうして言う通りにせんのだ。何を今更。さすがはわしの右腕。この匂い。お父様。麒麟を治め。なんだあれは。リオンに何をするつもりだ。リオン、これは一体何事だ。王の前で失礼ですね。ひざまずき、頭を下げなさい。右腕風情が。指図をするな。貴様もリオンが思い描く世界の構築に協力しなさい。リオン、目を覚ませ。なんだと。自分の欲ばかり優先して全く娘の思いなど考えなかった。父親として最低です。それはまことか、リオン。最強の妖怪を目指しているんでしょう。ならば殺生丸を倒してきてください。まことなのだな、リオン。